じゃあいきます。えー、っとまずね神学というものを私が、えー、神学校で学んだ時に組織神学のクラス第1回目の講義の時に先生がこういう説明をしました神学というのは本質的には礼拝なんだっていう話をするんですお勉強なんだけれども神学自体が礼拝また神学がない礼拝は存在しえないんだという説明をしました で今から聖書の御言葉を開き神学的なことの議論をしていきますけれども私もサムエルさんも言ってましたサムエルさん音楽してるんじゃなくて礼拝してるんだっていう話私もね、全く同じなんですただ私は聖書の御言葉を語ってるんだけどメッセージしてるんじゃなくて礼拝してるんですですから皆さんと今の時間一緒に礼拝するという姿勢でこの場所で一緒に礼拝をさげていただけたら感謝ですよろしいですかねっ そうするともうその段階でねもう聖書の御言葉が入ってくる用意ができるんですよね私たちの心がねじゃあ神様を礼拝するというそのような姿勢で、えー、学んでいきたいと思うんですけれどもこの第二コリント三章四章まずちょっと開ける方開いてみてみましょうか健一先生の聖書断りもなく勝手に開いてますが。 いいろろ書き込みがしてあるんですね先生よく勉強してますねやっぱりね、うん、3章4章ねこれはまずパウロの手紙ですねで、えー、メインの箇所は皆さんよくご存知の3章18節まずここをちょっと読んでみますね「えー、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら」 栄栄光光かららへと主と主同じ形に姿を変えられてきますこれはまさに見たまなる種の働きによるのですすごく有名な箇所ですねこれは私たちにとって日々のクリスチャンとしての成長の方法が書いてあるとっても重要な箇所ですここのところがずれると私たちがまるで自分の力で光らなくちゃいけないんだなんか自分で頑張らなくちゃいけないんだと思っているクリスチャンは苦しくなります でもこの仕組みが分かったときに、あ、そうじゃないんだ。私たちは神の栄光を見ることによって、神の栄光を褒めたたえて、そしてその光を浴びているきに変えられていって、成果が進むんだという仕組みが分かったときに、人は解放されます。自由になります。喜びを体験するようになります。すごくパワフルな箇所で、有名な箇所ですけれども、まずね、この第2コリントの手紙の 一番最初に言ってそもそもこの手紙はどういう手紙なのかということこれちょうど面白いのケン先生の月例会のメッセージそろそろこの辺りに来る時期にこのところを、ね、やるのでまた先生のメッセージも楽しみですけれどもえっ、ー、と第二リント一番最初はねまあスタンダードな挨拶の言葉があるでしょそしていきなりですけれども4節のところね読んでますね神は どののような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますこうして私たちも自分自身が神から受けている慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですこの手紙を受け取った人は何らかの困難悲しみの中にいたようですそのことに対してパオロがこの手紙を書いてるんだという目的がいきなり最初にすぐにはっきりとしますね そして5節これがねテーマになってくると思いますそれは私たちにキリストの苦難があふれているように慰めもまたキリストによってあふれているからですそして6節もし私たちが苦しみに遭うならそれはあなた方の慰めと救いのためですさらにね、えー、8節のとこをちょっと見ま,す見ましょうね 兄弟たちを私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。パウロが受けた迫害は、ああ、もう死ぬああ、もうダメだというところまで、もう究極ですよね。自分の命がもう取られるというところまで追い詰められたんだ。 その後に、これはもはや自分自身を頼まず死者を蘇らしてくださる神により頼むものとなるためでしたと言ったんです。あのね、もう死ぬと思った時自分で何もできないんですよ。<laughs> ね。 戦えない状態です。もう降参の状態です。もう身を任せるしかない。その時に分かるのは、ああ、自分の力じゃなくて、神によって生かされてるんだ。ということを頭でわ分かってますよ。体で分かるんです。体験的に分かるんです。そのことのために神様は観難さえも用いて祝福してくださるんだ。だから私はこんな観難を通ったけれども、慰めをいただいた。その慰めを コリントの人々にも届けようというのがこのパウロの手紙になってくるわけですそのコンテキストの中でじゃあ3章もう一回戻りましょう3章4章を読んでいきたいと思うんですけれども3章のあたりはパーッと見て何のことを言ってるか想像つきますか7節のとこを見るとね旧約聖書の モーセの事件のことを書いてるんだってことが見えてくるんですけど7節読んでますねもし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があってモーセの顔のやがて消え去る栄光の故にさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすればここで止まりますね7節ねあのこの事件はモーセが山の上に行って契約を受け取るときに神様の社会なグローリーを浴びちゃって そして山から降りてきたらモーセの顔が光ってたんですよ恐れました人々は恐れたしモーセは自分で気づいてなかったからね恐れてるみんなを見て自分の顔光ってるのかそれから降りてくるときには顔が光ってるのを隠す「覆い」をつけるようになったんですでここではそのことの話をしていてモーセの顔の話そして神様の栄光を浴びるその話をしてるんです でモーセの立法というのは実は私たちに命を与えるというよりは殺す働き殺すって言ったらあれだけどね要するに私たちは自分の力では神の義には到達しないんだということを突きつけられるそれがモーセの働きですその働きにさえ死に定める働きでさえあれだけの栄光があったんです今は新しい契約で 精霊によって私たちは力をいただいてるんです精霊によって私たちの心に新しい戒めが書かれてる時代なんですもし死に定める働きにあれだけ栄光があったんだったら今どれだけ神様の栄光が素晴らしいかっていうことをパウロは激しくこう何て言うのか力入ってね書いてるんですよねそ,その力が僕の中では伝わってくるんですけどそれが私たちがいただいてる 神のの栄光を知るという世界の素晴らしさです。でこれ難しいのは人間は目に見える方が分かりやすいんです。モーセの顔が光ってた方がなんかすごい気がするんです。でも神様の視点から見たら、霊的な視点から見たら天地を作られた神様の霊が私たちのうちに今生きておられるというこの事実はモーセが体験した社会なグローリーも本当にすごいことを一人一人は今与えられてる。 そのことが見えたときに私たちは栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていくという成果が進み始めるんですね。そういう話をここでパウロはしてるんですけれどもここで後半になってねイスラエルの民はでもこの栄光の世界が全然見えなくなってるんだという話をしてきます。それが14節のところから見るとありますね。 いきますね14節読んでみましょうねしかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのですというのは今日に至るまで古い契約が朗読される時に同じ覆いがかけられたままで取り除けられていませんなぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからですキリストによってこの覆いが取り除けられるということまた同じ覆いっていうのはあのモーセの顔の覆いがあったようにっていう意味ね せっかく神様の栄光が輝いてるのに、目の前に顔に覆いがかってるんだ。それが今、イスラエルの民に聖書の御言葉、特にここ見るとね、モーセの書が朗読されるって書いてあるでしょこれ、トーラーのことですよ。イスラエルの民にとって一番立派な自分たちのアイデンティティになるモーセが書いたトーラー、立法を読んでるときに、実は覆いがかってるんだ。 けれども、そこにイエス・キリストの光が注がれた時に、イエス・キリストを救い主として受け取り、精霊を受け取った人には、大いが取り除けられるという体験が起こるんです。そして16節のとこを見てみましょうね。しかし、人が主に向くなら、その大いは取り除かれるのです。って書いてある。これいいですね。 私たちができることは、主に向くという単純なことだけです。これ他の言葉で言ったら、信仰だけですということです。何か私たちが頑張ってどうのこうのしてできる問題じゃない。ただ私たちは信じて主に顔を向けるということです。そのことが私たちの役目です。それ以外は神様がされることです。パオロはそのことをよくわかってます。ですから、 その後にいきなり17節「主は御霊です」いきなり唐突に御霊の子名前が出てくるねそして主の御霊のあるところには自由がありますさっき言ってたでしょこれが分かると人は解放されるんですよああしなくちゃいけないこうしなくちゃいけないっていろいろな立法にがんじがらめにされてるんじゃなくて私たちは神様の素晴らしさと愛と憐れみを見上げればそれでいいんだということが 分かった時に人は本当の意味で解放されます最近思うのは聖書塾やハーベストのね3分動画とかで「福音の本質」んていうか難しいことよりもね一番基本の「救われる」ってどういうことだろう「福音の内容」って何だろう「福音を私を受け取った」っていうことは どういうことが私に起こり、これからどういうことが起こるんだろうかという、福音の理解を深めるということが、その人の人格を変えることだなと、本当に思うんですなんか小手先の、なんかいろんなことをやってるよりも、王道の福音そのものに目をしっかり向けていくということの中に力があるなと思うんですね。ここでやってるのは、パウロはまさに、福音そのものの本質というものを、ヘブル的視点で、 パウロは見てるんですよそして4章のとこ行きますね4章のとこ行くとすごく面白いことが書いてるせっかくこの神様の福音の輝きがあるのに見えないんだとしたらそれは救われない人なんだ神様の栄光がないからじゃなくて福音のメッセージに栄光がないからじゃなくてその人の顔の前にこの世のサタンですねこの世の神がっていう表現してますサタンの働きですね霊的な妨害があり 神の栄光の世界が見えなくなっているんだという話を展開していきます。そして、私の大好きな箇所を、十節のところね、さっきのオープニングで扱ってたテーマが返ってきます。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。 私たちはキリストと共に死ぬんだ、観難の中に置かれているときに、あ私の力じゃないんだ、私は神様の御顔を見上げればいいんだ、それだけしか自分には結局できないんだというへりくだった姿勢、それがこのイエスの死を身に帯び,帯びたときに、私たちのうちに新しい命を生み出すんですね。 そして、十一節。私たち生きているものは、イエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。六節のとこ飛ばしていました。 一個大切なところね福音の光さっき言ってたねパウロが語ってた福音の本質が分かったときにさっき読んだキリストともに死んで私を生かされてるんだってことが分かるようになるんですけども6節のところがその輝きの部分ですね「光が闇の中から輝きだよ」と言われた神は「 私たちの心を照らしキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かしてくださったのですキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かしてくださったのです私たちが神様の御顔を求める時私たちが神様に顔を向けていった時に何が起こるかといったら イエスキリストというお方の中に神の栄光が現れてるんだということを知るんですそしてそれがわかるのがさっき何の話してたか思い出してくださいイスラエルの民がモーセの書を読んだ時にというコンテクストでこのことを言ってるんです 覆いが取り除けられて、神様の栄光を浴びたら、栄光から栄光へと同じ形に変えられていく。あ、そうなんだ。主に向けばいいんだ。と思って、聖書も開かずに、一人で山にでも行って、わーってなんかこう、恍骨状態になってね、神様の栄光を感じたいってやってるのが、ここで書いてあることじゃないですよ。神の栄光を見るのは、聖書の御言葉が開かれたときに、その中に神の栄光が、特に、 イエス・キリストの三河を通して、イエス・キリストというお方を通して、モーセの立法の中にも神の栄光を見ることができるんだという議論をパウロはしてるんです。だからこれはユダヤ人にとってとってもヘブル的ですし、私たち違法人の見ている福音の角度とはね、やっぱりちょっと一端も二端も違うね。この角度からでも、立法の書を見たときに、 モーセの書を見たときに最近ねすごいものが見えてくるんですよなんか自分で開いてと恐ろしくなるぐらいなんで神様こんなすごいことを教えてくれるんだろう要するにここに書いてあることが自分の身の上に起こってるという体験ですよそしてそのことをしながら私たちは戦いの中にあるんだということも教えられてきます それがさっきの死のテーマねあのさっきの,イエ,ス様のイエス様の御顔にある光の後に七節ね私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですそれはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかにされるためですほらさっきと同じですこの宝は神様なんだ私は 何もそれに貢献していないんだということを確認しているんです。でもその確認のプロセスの中で発説が起こるんですね。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。本気で神様と迎え合う世界と、困難を キリストと共に通るという世界は切っても切り離せません神様の語りかけに応答した聖書に出てくる人々は例外なく戦いに直面しています観難を通ります神に従った人は楽な生活をするそういうような聖書の教えではありません逆に 信仰を持って選んで進んだ時には戦いに入りますで。私はこのリトリートをね、用意しながら、この場所は神様を喜ぶと同時に、共にその痛みを体験してる人が集える場所、お互いにその痛みを知ってる同士、それを知りながらお互いの慰めができ、でパウロは痛みを知ってたから、慰めることができた。 この場所がお互いの痛みを認め合いそして、でもその中だからこそ自分たちじゃないんだよね神様の素晴らしさのゆえに私たちは生かされてるんだよねだから嬉しいよねだから感謝だよねという仲間があら集まる場所になればというそんな思いで、ね、このリトリートの場所をこれ3回目ですけど用意させていただいてます。 そうするとね、4章の後半、パウルは面白いこと面白いって言ったらあれだけどね、17節見てみてください。さっきね、もう殺されるほどの観難の話してたのに、17節でいきますよ。今の時の軽い観難はって、死にそうになった観難のことを軽い観難ともここで呼び出すんです。私たちのうちに働いて計り知れない、 重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。というパウロのね、観難の中でこそ力強い彼の信仰の姿勢、そしてクリスチャン一人一人がいただいて歩むべき 霊的な法則聖書の読み方歩み方がここで示されてるんです OK これでねとりあえず第2コリンと3と4のセクション終わりなのでじゃあ5分ぐらい皆さんあのディスカッション時間取りましょうかどうぞ OK じゃあちょっとこれからいにしましょうかねあのこの聖書歌所僕10年ぐらい 毎日のように噛みしれてますけど、噛めば噛むほどまだエキスが出てきます。ぜひね、この箇所、皆さん、続けてね、味わって、自分が今生きてる法則ですよねあの。分かんなくなるんですよ。自分じゃないって分かってても、いつの間にか自分が出てくるんですよね。いつもいつもこの原点に帰って、苦しみの中にあっても、あ、そうだ。神様の憐れみによって、 ただ信仰によって救われてるんだっていう確認をねし続けるそしてその中で神様の素晴らしさをさらに深く知っていくと私自身があ気づいたら変えられていたというねこの歩みをぜひ続けていきたいと思うんですね OK じゃあ2部に行きますここがですねさっき言ってたモーセの書が読まれるときここのね第二コリントを味わってるうちに待てよここでモーセが言ってる霊的な素晴らしさの 本当のコンテンツはモーセの書の中にあるんじゃないかってことに気づき始めたんですこれねこの視線でモーセの書を読むとたまにちょっと鳥肌が立つまた自分ではもう受け取れきれないほどの神様の栄光に直面する事件に遭いますこれぜひねやってみてくださいねで今日私は今の段階で神様を見せてくださってる パウロが言ってたモーセの書が朗読されるときにおいが取り除けられるんだよという中でどんなものを見せていただけるのかという話をしたいと思います。これが皆さんがこれから探求する入り口になったら感謝だなと思うそんな思いで語らせていただきます。でねまずあの創世記を読むときに私たち、異邦人クリスチャンはどうしてもこれは想像の物語を聖書が伝えてくださって くれてるんだぐらいの浅い理解でしか読めてなかったと思うんですでもここで言ってるのはモーセの書っていうのはつまりトーラーなんですよ創世記の最初の創造のあたりそのあのあたりは律法の一部なんですよということはこれは契約の書なんですよだから創世記を読んでいくときに一番重要なのはその中に神の契約があるんだということを見抜くということですそして 旧約聖書の構造としてここが抜けてたらね聖書は神様の愛を表現するのをどうやって表現したかっていうと神は変わらぬ愛で stedfast love これ英語だとね stedfast love 変わらないまたは契約を必ず守られる愛それねヘブル語でヘセットっていう言葉があるんですよ神の愛は 変わらぬ契約を守られる愛という言葉を用いて旧約聖書の中では神の愛が表現されてるんですだからね契約の書であるトーラーを契約ということに目を向けずに契約を守られる神の愛に目を向けずに契約が神の愛が表されているものなんだということが分からずに読んでたら旧約聖書の中から神の栄光と キリストの愛ともうパウロがこれを浴びたらもう人が変えられていくんだよっていうような世界を動かすような私たちの命になるような読み方はできないんです。でも私たちは感謝のことにユダヤ的視点で契約を学んでいっています。じゃあちょっと振り返ってみましょうね。皆さんもこれね語りやすいの皆さん契約知っている方がほとんどなんで <laughs> あのやりやすいです。ありがたいです。 まず、申セ契約それが申セ御所ですよね宋、出、レビィ、ミン、神明期までこれをユダヤ人はトーラーと呼んでますその申セ契約のまずベースになるのはアブラハム契約ですね、うん、だから今日メッセージのタイトルをイエスとアブラハム契約なんかすごいすごいでしょこうあっちとこっちみたいな <laughs> あのつけたあとちょっと気に入ってたんですこのタイトル <laughs> でも申セ契約なんですけども モーセ契約のベースはアブラハム契約ですというのはアブラハムの子孫を通して聖書の御言葉を与えモーセを与えそしてその中からダビデが生まれそしてイエス・キリストが生まれ全人類がアブラハムに対する約束を通してそしてトーラーを通して私たちに霊的な祝福が与えられるんだそのベースになるのはアブラハム契約ですでも,もっと振り返ると アブラハム契約のベースにはノア契約があるんですよでもう一個振り返るとその前のアダム契約もやっぱりもっとベースにあるんですよでそもそもアダム契約の前にエデン契約といって罪が入る前に神様が人類に対してどういう約束をし人類は罪が入る前本来あるべき姿はどうだったのかというエデン契約まで振り返った時にここ重要なポイントですよ 私たちが救われるというのは本来神様が罪がない状態で人間を作った時に与えた祝福を回復することなんだという視点でこの契約の書を読めるようになってくるんですこのあたりね深くてちょっと鳥肌が立ってくる異邦人クリスチャンの根っこの根っこの私たちの魂の命になる部分がこのあたりに隠されてるんです じゃあ、エデン契約の内容をちょっと考えてみましょうね。エデン契約を見ていったときに、神様は、えー、開ける方、一章の28節とか、このあたりがいいかな、エデン契約はね。まだ罪が入る前ですから、あのー、神様が、まずエデンの園を作ったってこと自体ね、これすごく重要なポイントです。創造の技があり、そして、 創世記の,、まあ、あの開けられる方開けたらいいねやっぱりあの自分の聖書でここというのを見るのはすごくあのいいことだと思います読みましょうね「梅を増えよ地を満たせ地を従えよ海の魚空の鳥地を羽うすべての生き物を支配せよ」これが人間が与えられた祝福なんですですから地を従えること地が与えられたんですエデンの園が任せられたんです そして生き物を支配せよ28節ね生き物を支配せよだから非造物動物たちに対する支配も任されていたわけですですから罪が入ってくる前は父なる神様との健全な関係のもとで人間が神様から与えられた権威と命令それに従って人間が中心になって非造世界を治めるというのが 本来の人間があるべき姿だったんですね。しかしこれには条件がありました。それが2章17節これも皆さんよく知ってますね。これは善悪の知識の木からは食べてはいけませんよという神様の条件がついていたわけですね。しかし皆さんご存知の通りに、アダムとイブは神様に対して不従順。 罪を犯してしまいました。で、このエデン契約からアダム契約に移行するときに人類が不従順のゆえに失ったものに目を向けたときに私たちが救われたときに取り返すものが見えてくるんですよ。この構造ね 今回メッセージしてなか分かってたようなんだけど、すごいパワーがあるんですよ。人類に罪が入ったときに失ったものを取り返すんだ。それが契約なんだという視点を持ったときに、今まで見えてこなかったものが見えてきます。まず失ったもの、一つ目ね。さっきパウロが語ってた、モーセの書を語るときに神様の見顔の話してたでしょ。そしてあのモーセの顔の話してたでしょ。アダムとイブが罪を犯したときに、 失ったものは神の栄光がある三顔を失ったんです一番最初に罪を犯した後に神様が声をかけた時に何したか覚えてますか顔を背けたんですよ自分の顔を神様に向けられなくなったんです神様の三顔を失ってしまったんです不従順のようにだからパウロはそれを理解してますよそしてね モーセの語書、一番最後の新命記のところ、モーセの書としてこのことを読んだときに、すごくメイクセンスする。なぜかっていうとね、モーセの働き全部が、記述が終わって、こう書いてあるんです。モーセのような預言者は、もう再びイスラエルには起こらなかった。彼は主が顔と顔を合わせて選び出したのであった。って書いてあるの。モーセという人の人生と働きを一文で、 要約したら顔と顔を合わせて神に選ばれた存在がモーセな。パウルは分かってるんですよそれをそしてあこれモーセが書いたんだということを知っていて創世記の罪を犯して三顔から顔を背けたという記事を読んだ時にああそうかモーセが信仰と憐れみによって取り返した神と顔,顔と顔を合わせて自分の顔を光るほどの 神の三顔を体験させてもらったモーセはアダムが失った三顔、これの大きさをよく理解していたんですパオロもイエス・キリストにあってこの三顔を取り返すことの霊的な 素晴らしさをよく知っていたんですだからクリスチャンは救われた時に神様に応用取りのけられてイエスキリストの御顔にある神の栄光の素晴らしさを味わって成果のプロセスを進んでいくんですすごいでしょイエス様と創世記の一番最初のモーセの記述がこんなにしっかりとつながっていてそのことね これ、パウロ分かって言ってるんですよ。それを、ね、今分かるようになった。これ、これ自分が理解できてること、恐ろしいぐらいです。普通分からないです、こういうこと。自分で考えたことを考えたらね。それが、覆いが取り除けられて、真理が見えてくる世界です。じゃあ、失ったもの、二つ目。エデンの園から追放されたんです、彼らは。そして、自分が住むべきだった土地を失ったんです。 今回、ね、このメッセージを用意していて土地を失ったことそして土地を取り返すということが救いの中に含まれているんだというすごい発見これね今まで土地の約束がわからなかった契約がわからなかった人今日で一生変わりますよ聖書の読み方それくらいインパクトがあるエデンのその失った時によく考えてみる 神様は人間を作る前にもエデンのその先に整えたんですよ。創造の順番としては土地があって、そこに完全な状態でいい状態だっていうところにアダムを置いたんです。人間は本来住むべき土地を与えられているのが創造の秩序なんです。それが神様の祝福なんです。不従順によって自分の土地を、エデンのそのを失ったのが、ここで失った二つ目のもの。 すごいパワフルでしょこれ3つ目いきますよ3つ目に失ったものは永遠の命を失ったんですよそもそも彼らは死ぬようにできてなかったしかし不従順によって命を失ったんですけれどもねこれ素晴らしいんですよさっきのエデンの園もイエス・キリストによって土地が回復されるんですよ千年王国にに入った時に 私たちはエデンの園が回復されたと教えられましたあのー、メシアニックジューの先生はなぜ千年王国をエデンの園の回復って教えるのかなと思ってたんですあの他の神学的体系の人はあんまり言わないですそれメシアニックジューの先生はさらってそのこと言うんですねでその理由とか全然分かってなくて ああ、そういうふうに考えるのかなぐらいに,に思ってたんですけど、今、その意味がすごくよくわかります。というのは、福音の理解、イエス・キリストがすることは、私たちにエデンの村に帰ること、土地に帰ること、それは究極的にはね、新天新地で新しいエルサリンまで入っていくことですよ。ね。それがちゃんとイエス・キリストにあって取り返されるんです。永遠の命も、 失いましたが、イエス・キリストにあって取り返されるんです。この部分、三つ目はね、プロテスタント教会強いですね。永遠の命を失ってたのを取り返したでもこれだけが福音の回復になっているような気がするんだけど、もう一個あるんですよ。非造物の支配権を人は失って、その支配権をサタンに取られたんです。これね、千年王国のメッセージ、ケン先生があのこの間やったでしょ それをねあのフォーラムの中で聞いてた時に衝撃的に発見したんですよねこれああそうかただ単に神様との関係が断絶しただけじゃなくて人間を本来作られた時に被造物を支配しその土地を管理するという権利また責任を持っていたのにそれを全部サタンに取られてしまったんだそして今の世というのは サタンがその権利を持って動いている世に私たちは生かされているんだイエス様さえも試練を受けた時に40日40夜ほら荒野でね戦った時にサタンがこの世をあげようって言ったじゃないあの時イエス様あそれお前のもんじゃないって言わないでそれは認めたんですよ実際イエス様もこの世は今はサタンの支配下にある 人間の手から離れてサタンの手にあるんだということねこの世界観が見えたときにあらゆることが分かるようになりますさっき言ってたなぜこの世にあって戦いがあるのかそれはサタンがこの世を支配しているというシステムの中に私たちは今生きているんですよ戦いが起こらないはずがないんですよ葛藤がなかったらおかしいんですよそれを 神様は救いとともにイエス・キリストを通して取り戻すんですそれが救いの福音のコアになってくるんですねそしてねこの契約見ていくと契約の言葉の中にまあ不従順のゆえに失った者の,の告知というか宣言というか悲しい言葉がいっぱい出てくるんです あの、契約の内容を読んで嬉しいですかあの、契約読んでね、嬉しいと思えるようになるまで、かなりね、深い理解がないと、嬉しいと思わないと思うんです。で、これ分かったのは、神様は、あなたは永遠の命を失ったよ。あなたはサタンに支配権を奪われたよ。あなたはエデンの園を失って自分の土地を失ったよ。 あなたは見河を失ったよという宣言をしていくんですけどただ、ほら見ろ、じゃあもうそんなこと知らないって言ってるんじゃなくてあなたの問題をしっかりと分かってるよという宣言そして契約の中にあるネガティブなものは全部神の憐れみによって回復されていくんですしかもそれが全部イエス・キリストによって回復されていくんです これが契約が愛だというふうにつながってくるポイントですよ。神の契約の書は神の愛の言葉なんです。契約一個一個は神の愛の表れなんです。私たち人類を見捨てたのではなくて約束された通りにその計画を絶対に遂行される。その変わらぬ愛の表れが申セの書なんですね。 これ自分で言ってておかしくなるぐらい深いです、これ。ほんとすごい世界ですよ、これ。そして、じゃあ、えー、アダム契約、いきますよ。アダム契約でいっぱい失ったものの宣言があって悲しいんですけれども、でもその中に神様の憐れみの宣言が入ってくるのが三章の十五節じゃないですか。有名な元福音と言われるところ。そして、ここで、私は、 敵意と15節ね、3章15節ね、まあ、開こうね、せっかくだからね。私はお前と女の間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。ここで早速、イエス様が出てきます。女の子孫がイエス様で、さっきね、お前の子孫、サタンの子孫の話、ちょうどしたところじゃないですか。これがど誰ですか反キリストですよね。だから反キリストと イエス・スキリストが敵対さする、そして女の子孫と呼ばれるメシアが勝利を収めるんだという宣言を罪が入ってきていろいろなものを大切なものを失った人類に神様は宣言してくださるんですだからエデン契約が一番ベースにあってそして 神様が創造された時に与えてた祝福を全部取り戻すんだ。そこに戻るためには女の子孫というイエス・キリストを送り込むんだということがこの <laughs> モーセの契約の書の一番最初のほんの数ページの中にもう出てくる。これだけでもう神様の栄光が満ち溢れてるというパオロが言ってる意味が分かってきますね。そしてルカの福音その三章では イエス様から遡っていく系図が出てくるんですよあそこでねずーっと行くとアブラハムそしてノアアダムそして神にまで至るんですというイエス様からずーっとこのア,ブラアダム契約による女の子孫によって救いが来るんだというその約束の成就としてこうやってほらちゃんとつながってきてるよということをルカはつなげてるんですそして創世記の5章ちょっとめくってみてください 創世紀の5章はね、いきなりこれ、形図出てくるんですよ。聖書を読み始めたときはね、この形図がね、カタカナの名前ばっかりでどうしようかなと思うんですけども、これとルカの形図を比べてみると、ちゃんとルカの形図はここにマッチしてくるんです。これは、創世紀の側は、アダム、そしてイブから、イエス・キリストに伸びていく形図を追っていってるんです。ルカは、 イエスキリストから元に戻ってきてここでちょうどねクロスするんですねそしてさっき言ってたね女の子孫であるイエスによってまた失ったものを取り返していくっていう図式が今度ノア契約の時代も見えてきますあのねこの視点すごいですよ失ったものを回復していくっていうねノア契約の段階で何が変わったかっていうと まあ、まず洪水があったよねそして終わった後に宣言されるのがお肉を食べていいよって言われるんです僕今すごいお肉食べてるからねノア契約の恩恵でこれさっきも美味しかったねお肉ねだからベジタリオンしそうでする人いるけど精神的には OK です、ね、感謝していただきましょう <laughs> でも本来人間と動物っていうのはそういう関係性じゃなかったんですよこの時に初めて 動物が人間を恐れる本能が与えられ本来あった人間と動物との麗しい関係性が失われたんです悲しい宣言なんですでもねここでも同じですよ宣言があったものは神様は絶対に回復するんです千年王国の時の予言の中に動物と人間の関係動物と動物同士の関係が回復されて書いてあるじゃない イエス様が来た時にはそれがノア契約の段階で崩れたものをもう一度戻すんです契約の愛がそこに見えるんです神様は厳しい宣言をするけれどもそれは哀れみが表された不従順によって失ったもの哀れみが返すんですその哀れみはイエス・キリストにある父なる神の 哀れみです泣くまいと思ったけどここは泣かせて <laughs> 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 そして僕はね契約の中でノア契約が一番こうしっくりこないっていうか他のやつは結構こうつながってきてたんだけど最近やっとちょっとつながってきたところ皆さんにもシェアしますね。何がつながっっててきたかっていうと ノアがセムハムヤッペてね残って家族で、まあ、人類が再スタートされるわけじゃないですかそして罪人を一旦すごい裁きがあってでも結局ねこれチャンスをもらったんですよでもいくら罪人たちが殺されても人間の力では再スタートをしてもやっぱり罪を犯してしまうということの確認がされてるんですそしてここで失われたものは これね、ノアの時代は人類は一つの民だったんです。これに気づくことがノア契約の一番コアだなって、今私はの理解ではね。ノアの時代、ノア契約の時代は本当は民は一つだったんです。一つの言語だったんです。この時に失ったものは人類が分裂したということです。それは不従順のゆえです。神様はセムを 選ばれでもねハムは神様に従わない家系として進んでいきますねそしてねハムの家系の中で重要な人物が現れるんですニムロデという人ですこの人はもう名前からして悪い人だというねヘブル語のそういう風にフルクテンバウム先生言ってました <laughs> あのここでニムロデがすごい力を持ってバベルで王になったって書いてあるんです そしてニネベの王にもなっていくわけニネベも作っていくニネベって言ったらアッシリアじゃないですかアッシリアって言ったらもう聖書の中で神様に背むく反する勢力のも代名詞みたいなそれがニムロデなんですよそしてニムロデが、ね、バベルの塔をかけた、建てたというふうには読めませんけれども明らかにニムロデの勢力また彼の王国のに集っていた人たち もしくは彼自身も貢献してバベルの塔を建てたんですそれは神に反逆する姿勢でしたそれでこの不従順のゆえにせっかくその段階では一つの民であった人類が分裂していくんですでねすごいことに気づいたのはあの特にね反ユダヤ的な西洋のキリスト教のバックグラウンドで育ってきたクリスチャンにとっては なんでアブラハムが選ばれたんだと。なんで私たち、違法人っていう、なんでアブラハムなのちょっとへそを曲げてねえ。文句まで言わないけど、嬉しくない。<laughs> 正直な気持ちねそれ、わだかまりみたいな、あることがあると思うのね。でもね、気づいたんですよ。違法人とユダヤ人の区別を作ったのは、私たちの不従順ですよ。 でしょ、アブラハムを選んだから異邦人ができたんじゃなくて分裂はもうすでに起こってたんですそして分裂が起こった後に初めてアブラハムという人が選ばれるという段階次の段階に進んだんですよそうするとねアブラハムを選ばれたということに対して私たち不従順だったものが文句をつけられるようなことじゃないんだということがしっくり心に落ちましたねだから 私たちはアブラハムの選びというものを私たちの不自由心によってでもそれでも神様は哀れみをもってアブラハムを選んでくださったんだという真理を見るようになるんですねしかしこれもですよこれはまあねあの契約に入ってないんですけどでも明らかに失ったものですよねこれさえもイエス・キリストにあって異邦人と ユダヤ人は一人の人とされるって言葉もあるじゃない一つにされるってこと失っていた一つの民というアイデンティティを取り戻すんですねすごいでしょこの取り戻すっていうアイディアねこれねあの完全に老いが取りのけられて神様からのアイディアです私じゃありませんってなるでしょこれ自分たちがねそれがねあそこでパウロが言ってること私じゃないんでもう神様の憐れみと素晴らしさの上に 私たちは生かされているんだ私たちは喜んでいるんだ私たちは神の栄光を見せていただいているんだというのがパウルのメッセージですねさあここでやっとアブラハム契約のとこに来ました12章1節主はアブラムに言われたあなたはあ待ってあげるねこれ一緒に見たいね開いてる人 創世十二章ね十二章一節主はアブラムに言われたあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいアブラハム契約の第一声にかかった 言葉のテーマ何だか分かりますか何土地ですよ。何で土地って思ってたんです、私。分かってなかった意味が。この土地を回復するっていうのは、エデン契約で失ったものの回復なんですよ。ねで、この約束の地を通して最終的には、 私たちは新しい天、新しい地の天のエルサレムまで向かっていくんですよそしてその道を整えるイエス様が現れるのもこの約束の地のエルサレムなんですよ私たち西洋のクリスチャンは土地の約束の霊的な意味を見失ってたんですアブラハム契約の一言目が 一言目が土地の契約土地に関することであった時に私たちはそこでつまずいてしまってたんです今日から違いますよすごくないですかこれ土地の契約の意味が皆さんの中ではっきり見えてくるようになった時に私たちがここね異邦人である私たちの霊的な根っこなんですよ 私今日このメッセージで皆さんの根っこのつながってる缶を一本増やしたみたいなもんですよ。養分が流れてくる。すごいことしてるんですよ、今ここで。見てください、その後半ね。あなたを祝福する者を祝福し、あなたらを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ここですよ。契約で私たちに直、違法人である私たちに直につながるとこは、 すべての部族はあなたによって祝福されるというここにつながっているんですここにつながった時に私たちもアブラハムに土地が与えられるということの素晴らしさ祝福神の愛の深さ契約の素晴らしさがわかるんですそこにイエス・キリストの愛と栄光の神様の御顔が見えてくるんです イエス様は弟子たちにこう言いましたこれ開こうヨハネの福音書14章の1節から3節イエス様はねこのことちゃんと言ってるんですよ新約聖書読んでるとこの土地のこと関係ないような気がするんだけどねこれが私たちの心の安定平安のために必要だっていうことがここを読むと分かりますいきますよあなた方は心を騒がしてはなりません 神を信じ、また私を信じなさい。私の父への家には住むところがたくさんあります。住む場所があるんですよ。神様のもとに帰るということは、場所があるところに戻るということなんです。希留者である状態から、本来あるべきところに、土地に帰るということなんです。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、イエス様は、 弟子たちに場所を用意するって言ったんです。それを用意したらまた来て、あなた方を私のもとに迎えます。私たちはただ単に再臨のイエス様が来て、なんかどこに行くのかよくわかんないけど、ついていかなくちゃじゃなくって、イエス様が土地をもう用意されてるんです。場所が用意されてるんです。あの不従順によって失ったエデンのその祝福を 回復されるんですそれが救われるという意味なんです救いの理解の深さがここにあるんです人は救いの意味の深さが深まった時に人として落ち着きます聖書塾学んでてあ私が救われたってこういうことなんだということを分かった時に本当にね人格が落ち着いてくるんですよここ書いてあることあなた方は心を騒がせてはなりません 心を騒がせないコツそれは何かイエス様は土地を回復してくださったんだ私には行くところがあるんだ失っていたものを不従順の上に失ったものをこれも同じ法則です契約は全部そうです不従順の上に失ったものをただただあわみの上にいただいているんだそのことをこの場所土地のことに関しても 知ることができるんですね。そして面白いですよ。新しいエルサレムで私たちが回復するものの中にさっきのミカオも入っているんです。読んでみましょうね。ヨハネの黙示録22章3節ここはもう完全に新天神地のところですね。しかもその中の新しいエルサレムの描写の内容です。もはや呪われるものは何もない。 神と子羊との御座が都の中にあってこれ神というのは父なる神様と子羊イエス様ですねだからもうここではイエス様と天のお父様と共にいてそのしもべたちは神に仕え4節、神の御顔を仰ぎ見るアダム契約の時に失った御顔の回復が ゴールであるんですその時には顔を持ったイエス様に会うんですよ今はね精霊の働きを通して霊的な意味で神様と顔と顔合わせるような関係ですでもここに行ったらね約束の地に入ったらね私たちの本来いるべき場所に戻ったら神様の味顔を本当に取り戻しイエス様と顔と顔合わせて お話ががでできる時が来る来んですねそしてそこにあるのは神の栄光ですさっき言ってたでしょパウロがイエス・キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を与えてくれたこれが福音なんだパウロはこの福音の光を持って出てったから世界が動いたんですよ本物の福音の光には世界を浮かす力があるんです 日本の国を日本民族をイスラエルのためを動かす力があるんですそれがトーラーの一番最初から黙示録の一番最後までダーッと貫かれてるんですよそしてねもう一個発見したすごいこと アダム契約で失ったさっきの命のね問題私たちは敬虚の時に復活の体をいただきますよその時に取り返すんですよ不従順の上に失った命をもう一度取り返すんですしかしそれだけじゃないんですよこの体っていうのは復活の体でそしてもうすでにその体を持っておられる方がいるんです同じ体です 同じ人間の体です。それは復活された私たちの主、イエス・キリストなんです。でね、この辺りに、ね、こ,この辺分かってると思うんだけど、それが何を意味するかっていうのがすごいから、ちょっと <laughs> 説明させてくださいね。まずね、イエス様が復活された瞬間に、アダムが最初復活され、あ、ごめん、想像された時に、 人類の創造が完成したってわかります別に僕たちが生まれてこなくても時間が経って生まれてくるじゃない。ということはアダムがあのエデンの園で想像された時人間の想像は完成したんです。だとしたらイエス様が復活の体をいただいた時に新しい点、新しい地で生きていく人類の想像は完成したんです。これすごいでしょ 私たちの新しい体を持って入っていく人類の創造は後のアダムであるイエス・キリストが復活した時に完成したんです。だから私たちがイエス・キリストが復活して体を持って天におられるということを信じる福音の3要素の中に復活がどうしてもなくちゃいけないという意味合いがここにあるんです。 イエス・キリストは復活され、復活の体を持って今おられるということは、私たちの新しい体の創造が同じようにすでに完成したんだ。ということなんです。私たちは時代が流れてね、今の体が、アダムの時代か何年経ってから生まれたんでしょうかね。私たちの後のイエス様のその人類に属する私たちは、 ゲイの時に、イエス様にジョインするんです。これね、今年のあのイースターの前に知ってね、今年のイースター嬉しかったね。またフレッシュな視点でね、イエス様の復活を味わうことができたね。これもすごいでしょ、これ皆さん、もう一生復活の意味合いが変わったでしょ。おい <laughs> が取り除けられた時に、知ってるようで、これ不思議だよね。 神様の働きによって今まで見えなかったことが当たり前だと思ってたことの中に当たり前じゃないすごいことがこんなに宝のように隠れてるんですよそしてもう一つイエス様がされることえっとねこれも開きたいな黙示録の20章2節ここは 千年王国の直前のところですね。サイリンがあって、そして、サタンが、悪魔が束縛されるところです。二節読みますね、えー。彼は、イエスですね。彼は、悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、って書いてある。あの古い蛇っていうのは、アダムの契約。 あれを思い出してるんですよ。ほら、あの時の蛇。これね、忘れたんじゃないんですよ。その戦いが想像が始まって、神様のに対する不従順が入ってきた瞬間からずっとその戦いが続いてきたんじゃないですか。私たちも今その戦いを続けていて、そしてその戦いの勝利は何かっていうと、本来人間がこの地上を支配し、そして動物たちを支配し、 神様と共に人間がだよ。人間が支配するという失ったものをこの瞬間、イエス・キリストが取り返したんです。そこに勝利があるんですよ。人類がずっと待ち続けた勝利がここにあるんです。だからね、あの蛇があそこからずっと来たあれだよ。そこに振り返ってるんですよ。 これで、四つ目のね、失ったもの、人類が神と共に、非造物、動物、それを支配するということ、これを取り戻すということが完成するんですね。いやー、もうね、ちょっとお腹いっぱいになりすぎてね、でもまだ食べ物用意してるの僕、デザートね、これじゃあ。<laughs> 違法人の信仰の付け根はさっき確認しましたアブラハム契約なんですよねアブラハム契約に全部モーセの契約も前後にあった契約が全部つながってアブラハムという方を通してアブラハムとそしてその子孫を通してモーセの書が与えられたんですよ私たちが何を失って何を取り戻そうとしていて約束があるんだということをアブラハムを通して 私たちは知ることになった。その根っこはアブラハムです。オリーブの枝がちょうど根についているような状態です。このイメージは何かって言ったら、ローマ人への手紙の11章ですよ。サムエルさんの曲ね、素晴らしいね、あの曲。あの11章なんですよ。じゃあ開きましょうね。ローマ人への手紙11章。 もう盛りだ,だくさんすぎてお腹いっぱいとは言わせない <laughs> 無理やりでも食べさせる <laughs> あの神様の世界は足りないようじゃなくて多すぎてもう,もう食べれませんぐらいの世界が本物ですからね、うん、溢れるほどの祝福を神様がくださるのが本物の世界ですローマ人の手紙11章 17から読もうかなもしも枝の中にあるものかおられて野生種のオリーブでもあるあなたがその枝に混ざってつながれ、えー、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたらあなた方はその枝に対して誇ってはいけませんここのとこ書いてあるほらオリーブの根から豊かな養分今流れてきてる感じしますよね <laughs> ここにつながっていると豊かな養分が流れてくるでも こここのところでパウロはさっき言ってたね私たちは枝なんだそしてここで言ってるこのオリーブの木は私の理解フルテンパーム先生の理解もそうですねアブラハム契約ですよそこのところにつながってるなんでそういうかっていうとほらイスラエルにつながってるだったらおかしいんですよだってイスラエルは一旦き切り取られるよって話しててそしてもう1回最後の時にもう1回根っこのところに つぎ木される、もう一回戻ってくるんだよって話してるから、イスラエルも枝じゃないといけないんです。そして私たちも枝だから、だから何が根っこのとこになるかって言ったら、契約、アブラハム契約なんですよ。だからここは根っこで大切なんですよ。そして、そのことが、 書いてありますけれどもここね全部もう時間ないからできないからゆっくり後でで楽しんでねここの味わいがもっと深まっていると思うからでも後半のところね30節のところから読みたいと思いますねあなた方はさっきずっとここに来るためにあのアイディアをずっと同じキーワードを使って話してたんですけどもあなた方はかつては神に不従順でしたが今は彼らの不従順のように。 憐れみを受けています本当だよね私たちは不従順なものだったんですよアブラハブが選ばれる前に一つの民だった時から私たちは不従順だったんですよでも私たちは何で接ぎ木されたかパオロが言ってきたテーマと同じですよ私たちじゃないんです私たちが何とかしたからじゃなくて不従順なのに憐れみによって 私たたちはされたんです。しかもね面白いんですよイスラエルの民が不従順になったからだから逆に違法人に憐れみが今の時代流れてきたんですねそれでね聖書を読んでてイスラエルの民の不従順の姿を見ながらなんだこいつらと思って読んでる人そういうことじゃないんですよこれそうじゃなくて もし私たちが不住順の中で接ぎ木されたんだとしたらイスラエルの民は神様がもうね種の時からだって一人の人を選んだんだよアブラハムという一人の人から育てたんですよ大切に栽培したんですよ枝をずっとステップを踏みながらしかも契約を与えながら愛を注ぎながらその枝がもともとあった枝なんです それが取られて私たちはそこに接ぎ木されてるんですから他の木から持ってきた枝がそこに付けられるんだったらもともとそこで大切に育てられた枝が不従順になったからといって捨てられるはずがないじゃないですか逆ですよその不従順のゆえに神様の憐れみが明らかになるんです不従順のゆえに、 失ったものが分かったときに神様の憐れみの大きさが分かるのと同じ構造です私たちが弱いときに私たちの力ではできないんだとパウロが言ったときにでも神に頼るものになるんだという構造と同じです私たちが自分の力で光るんじゃなくってただただ神の栄光を見上げるんだそしてそれはイエス・キリストの御顔にある父なる神の栄光を知る知識なんだ 私じゃないんだ。神の栄光なんだ。という仕組みと同じです。結局は、ゴールは見てみましょう。33節。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。ちょっと今日味わったね、この深さですよ。これパウロ分かってて、パウロが言ってることの意味ちょっと分かって今回これ読めてるのすごくないですか私たちね。神の裁きは、 なんと知り尽くしがたく裁きが,裁きがあるんだけどほっとかないんですよあれによって回復させるんですよその裁きの素晴らしさは人間の陣地を超えてますそして神の道はなんと極めがたいことでしょう誰が主の心を知っているのですか誰が主の助言者になったのですか誰がまず主に与え主から報いを受けるのですか パーロの結論です今日のメッセージの結論ですすべてのものが神から発し神によってなり神に至るんです私たちの栄光はないんですいらないんです私じゃないことが分かることがクリスチャンの成長なんですそして私たちはこの神に栄光がとこしえにありますようにという 礼愛と賛美を捧げるサムエルさんのあの曲聴いた時ねなんかこれ違うと思いました普通の歌なか神様が与えてると思いましたでもね実はこの前後も読んでなかったしなんでこんなに自分の霊が反応するのか分かんなかったんですけど今説明した全部ですよユダヤ的視点によって 聖書の御言葉によってて人が変えられていくこれがハーベストのミッションなんですよこれが私たちがしてることなんですよだからその最終的にそれを私たちがハーベストタイムとしてミッションをしていった時にたどり着くのがあの歌詞のところでだからねこれは私たちのムーブメントのテーマソングなんですね神様がサムエルさんを通して私たちに与えてくださった素晴らしい賛美ですね メッセージの間、礼拝になってたでしょ、これが礼拝ですね、そしてここで止まらないのがミソなんですよ、開いてる方、このあと、十二章一節ですよ、そういうわけですから、そういうわけですからってくるんですよ、兄弟たち、あなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる、清い、生きた供え物として。 捧げなさいこれこそ霊的な礼拝なんですよ、ね、だから私たち一番最初でね進学校の先生が言った神学は礼拝なんですよ神の御言葉を本当に理解していった時にそれは 真の礼拝につながるんです。そして、ああ、本当に神様の御言葉と契約と愛と哀れみは素晴らしい。この方に従っていこうという決心をして、自分の命をもう一度神様にお捧げしたときに、本当の意味での礼拝が成り立つんです。今日私たちはこんなに素晴らしい これね、自分でこのことを説明していることに驚きを感じています、そう,そういうレベルの話です、今日のこんなに素晴らしい神様の栄光の世界を見せていただいた私たちへのチャレンジは私たちの命をこの方にかけよう、ね、私の人生をこの福音のために福音の輝きのためにイエス・キリストの御顔の中にある栄光のために そのために、死のためにお捧げしようと、今日ぜひ一人一人ね、決心したいと思います。それで、ちゃんとね、あの曲を歌うために、サムエルさんにお願いしといたんです。<laughs> 絶対歌いたいでしょ、この後に。一言ね、お祈りしてから歌いましょうね。父なる神様、私たちは今、あなたの。 人知を超えた知恵の素晴らしさ契約の中にある覆いが取られた時に見える栄光の世界を見せていただきました私たちはただただあなたの栄光を褒めたたえますそしてこういうわけですからあなた自身を生きた供え物として捧げなさいという勧めに私たちは今応答します 一人一人ねちょっと心の中で神様にその音をちょっとしましょう天のお父様私たちは今本当に真の礼拝者としてあなたの御顔の前に立っていること本当に心から感謝します。 あなたが一人一人を顔を向けてくださり祝福してくださっていることを感謝しますどうぞ続けていが取りのけられあなたの栄光の素晴らしさを知る歩みを続けていくことができますように祝福してくださいこれから賛美します喜びを持って賛美しますあなたがその賛美を受け取ってくださいお願いします全ての

가미가라 시가 「にありましより」「あめなめメンすべてのことがすべてのことが神 「神によってなり」「神に至るからです」「どうかこの神にどうかこの Go. No.